この動画を見ればあなたのお料理のレパートリーが広がる。こんにちは、ろかです。今日もね、お料理のレシピとか時短ティクなんかをお話ししながら進めていくので、ぜひ最後までご覧になってください。では材料紹介します。キャベツ、ブロッコリー、小松菜、アスパラ、ホタテ、ボイルの冷凍のやつですね、と人参、ナス、玉ねぎ2つ、豚肉、ひき肉、タラと明太子と卵。ちょっとね、朝卵かけご飯で1個食べちゃったんで1個使ってあるんですけど、今日はこのうち3つぐらいしか使わないのでね。で、まあ明太子も全部は使わない、まあ2切れぐらいかなの予定です。で、材料費は全部合わせて3068円でした。それでは1週間分作り置き始めていきます。はい、それでは始めていきます。珍しくね、まな板が出てない状態からスタートなんですけど、お湯を沸かしていきます。お湯を沸かすときはちょっと溜めてこっちにかけておいて蓋をしてね。で、残りの分は電気ケトルで沸かします。はい、OK。で、大きい方のフライパンを温めておいて、油はサラダ油をちょびっとちょびっとだけ引いときます。このね、テフロンだったらもう引かなくていいぐらいなんですけど、剥がれてきちゃって、これご覧の通りもう真ん中真っ黒でね、そろそろ買い替えの時期かもしれません。だいたい私こうやってなんか使い倒して1個のフライパンをね、2年ぐらいで買い替えてる感じですかね。で、ホタテさんが冷凍のまま冷蔵庫に一応移しておいたんですけど、まだちょっと凍ってるところがあるので、流水でこの周りの氷を剥がしていきます。前もなんかの動画で話したんですけど、周りの氷はなんか旨味が逃げないようにするためのバリアみたいな氷らしいので、こいつは剥がしておかないとちょっとね、いい感じの味にならないようなので、よくね洗って、ちょっとどれ洗ったか分かんなくなっちゃったけど流水にさらして絆もほどいてね、ほい、ちょっと放置ね。フライパンもじき温まってるかなと思うので、ひき肉を投入します。で、焼いておく。で、タラはね、味をつけていくんですけど、これ何をしようかと思ったかというと、この間町というか普通に歩いてたら、なんか普段通らない通りを通ってたんですけど、ね、タラのくるみ味噌焼きっていうのが書いてあって、向こうのメニューの看板みたいなやつね、うまそう、真似しようと思ったんですけど、うちにはちょっと今くるみがないのでナッツでいこうかと思います。アーモンドまあどれくらいかな、多分食感があればいいぐらいだと思うんで、何粒、こりゃ10粒ぐらいかな入れて、これ食べてないのに真似するっていうネーミングだけで味をインスピレーション受けて、それっぽいものを作る。多分こんな感じでやれば美味しいだろうなっていう感じで作るので、まあいつものかぼちゃのサラダの時よりはちょっと細かめにして、穴開いてないかな、大丈夫かな、これから液体入れるんでね、穴開いてそう、大丈夫か、大丈夫と信じようで、ここに料理酒を大さじ1入れ、多分なんですけどちょっと甘めなので食べてないからね蜂蜜を小さじ1、お味噌、お湯が沸いたし、ひき肉もいい感じになってきてるマジでね、味噌を賞味期限内に使い切れる人尊敬しますね。私絶対使い切れないからな賞味期限もともと気にしないタイプなんですけど、味噌を大さじ1入れてよく混ぜる。穴開いてなさそう、よかった。ちょっとなんかねっとりしてるんで、あ、混ざってないだけかな、いや結構ねっとりしてるな。みりんを入れます。水分と甘み小さじ2、一旦ステイ、はい、バラしておいたら、もうまあいいでしょう、混ざったということにして、タラを入れます。で、ちょっとつけておきます。重ならないようにしてね、空気を抜いて、これもまあ常温で10分ぐらい置いとけば良いかなと思います。沸いたお湯を大きい鍋に移し、ここではね、ブロッコリーとホタテを茹でたいんです。なのでブロッコリーをざっと洗って、このわさわさのところはしっかりね、で、良き大きさに切ると。おお、大きい傘、この茎のところもね、よいしょ、前も言ったんですけど、この周りの緑のとこは硬いけど白いところは食べられるので、ちょっと落として、私前に学生の時、貧乏大学生だったので、ブロッコリー安売りしてる時にでっかい一房ボーンって買ってきて1日それ食べるみたいなのやってたんですけどその時はね、もうね、茎はね確実に食べてましたね。その時もなんかブロッコリーの茎を使ってパスタ作ったりとか、貧乏な大学生にはパスタが大正義ですからね。よし、おう、パスタ、はい、で、切ったブロッコリーを鍋で茹でます。いつもはレンチンなんですけど、一緒にホタテも茹でたいんで鍋でやることにしました。ブロッコリーまみれになってるんですが、ここ
こうでね、あのお肉がね、ひき肉がちょっともういい感じになってるんですけど、そこにねキャベツとねナスをね入れたいんです。ナスね全部入れたら多いかなと思って1本だけにして、残りは別のにしようかなと思ってます。でキャベツもこれでね79円だったんですよ。めっちゃ安かったんですけど、全部入れると多いので、半分のさらに1/4、8分の1玉ですかね。お、よいしょ、良き大きさのサイの目かな、そうですね、0.5 センチ角ぐらいの四角に切っていきます。四角あれ洗ったっけ、まあ洗ったことにしよう皆さんは洗ってください。私はねいろいろちょっと気にしないタイプなので、油というか火を入れればもうオールオッケー。でキャベツに火を入れつつ、ナス1本でいいかな、この量だと。長ナスなんでね、太い子どれだ、君かな、君に決めた。でナスね今何気なく切ったんですけど、こうついてるじゃないですかヘタが、こうくるって見て一番高いところ、一番へこみが高いところでメインでくっついてるんで、そこで切るとこうやってガクが綺麗にパラーって取れるんですよっていう豆知識でした。経験則なので違うところもあるかもしれませんがその辺はご容赦いただいて自己責任ということでお願いします。でナスもさいの目にライスカットしていきます。多少大きくてもいいんです、食べ応えがあって美味しいから。あ、材料紹介1個忘れたし、あったかな、うちにちょっと待ってくださいね。ナスをとりあえずここの鍋に入れ、よいしょ、あったあった、トマト缶をね使います、後でそういつもねトマト缶は買い置きしてあるんで、そう、あの材料費とかからも外れてるしね、いつも買わなきゃいけないものリストから抜けちゃうんですけど、これねトマト缶は買い置きしてあると急にあパスタ食べようとかなった時に便利なんでね、うちはめっちゃ重宝してます。で、ブロッコリーもうちょっとだけど、一緒に火を通すホタテさんをこの辺りで入れます。で放置、ほいで、ずっとここにあった小松菜を調理していくんですが、まあこいつはいつも通りです。小松菜前旦那と一緒に住む、まあ、今のこの家に引っ越してくる前まではねそんなに使ってなかったんですけど、今の家に引っ越してきてからはいつも買ってる激安スーパーで買い物をしてるんですが、そこでねもうね毎週のように安売りしてるんですよ。だからこのチャンネルでも小松菜ほぼレギュラーメンバーとなってるんですけど、と思ってたらね小松菜こうアレンジもねいろいろできてね便利だしうまっていうことで好きな食材に変わってきてますね。この年になっても好きなものが増えるというのは嬉しいものだ。よいしょ。というわけでいつも通り茎1センチ、葉を 1.5 センチに切ったらリップロックに入れて600ワットで3分レンチンしていきます。はい。で続いてキャベツをね、あ、いけねえ。ひき肉全部使っちまった。まあいいや。そしたらいつもの流れでポンって入れちゃった。まあしたらね全部切ります。ざく切り。本当はね前も作ったことある肉味噌キャベツを作ろうかと思ったんですけど、ちょっとボンミスのせいですいませんねここらでブロッコリーチェック。茎がね柔らかければいいんですけど、チェックしづらい、まだかな、刺さるけどね。あんまりやりすぎるとホタテもね硬くなっちゃうから、かといって柔らかすぎてもね、まだですね。もうちょいとか言っていったら、ああいい感じに油が野菜たちに染み込んでいる、キャベツもくたくたしているので、ここに、あ、ホールトマトだな、まあどっちでもいいです。ホールトマトでもカットトマトでも、ホールトマトだったらここに入れたらハサミで切るんですけど、ちょっと今ジュージュー切るんで先に水分を入れます。水を缶半分で、もう半分は料理酒でもね、白ワインとかだったら美味しいと思うんですけど、ないし料理酒ちゃんとね買ってきたんです。私のロクハの雑談する台所にとって料理酒は命の水なんで、ほいで、この缶のね中のついてるトマトを落としながら入れていくと、ちょっと残ったのは多少水が増えてもちょっともったいないお化けが出ないように入れて、でホールトマトなのでシャキシャキ切っていきます。カットトマトだったら切らなくていい。なんかカットトマトとホールトマト、私あまり違いを感じたことがないのでなんかね、なんだっけな、ちょっと違うらしいんですよね、使ってるトマトがそもそも。だから甘みが違うんだったかなんだか全然覚えてないななんですけど、まあお好みの方で手間と味とご相談をして、手間とね味多少はトレードオフなところあるので、いかに手間を少なくしつつ美味しくするかっていうのはあるんですけど、ないこともあるということで、そこは自分のあれと感覚とご相談でねやっていただいて、で、そろそろブロッコリー浮いてきてるしいいんじゃないの、もう良いか、良いな、良いことにする、あ、知ってます。で火から上げて、よいしょ、冷めるまで放置しておきます。よいしょ、いかん、順番間違ってたわ。この鍋はもう使いませんね。
アスパラ、アスパラを良き大きさに切っていくんですが、私このねアスパラの下の方のね筋張ってるところが好きじゃなくて、あんまりだからね硬いところはピーラーでこうね薄く剥いてあげると、やりすぎるとちょっと過食部が減っちゃうんですけど、うん、美味しくいただけます。目安はやっぱりこのね真ん中の白いところが出てくるぐらいですね。外側の皮が硬いので、まだこう幼き頃にやっぱりこのアスパラの下の硬いところが好きじゃなくって、だけどなんかアスパラでなんか料理しようってなった時に包丁でこうねシャッてこうささがきみたいにしたら、もう過食部ほぼ全部持ってかれて、うわもうどうしようもねえってなった時があってね、それからもうずっとピーラーでやってます。1センチぐらいかなに切っていきます。穂先は美味しいですよね、甘くてね柔らかくて。でもう温めてあったオリーブオイルを引いて、よいしょ、とりあえずアスパラで玉ねぎも一緒に炒めたくて、今日はちょっと可愛い大きさの玉ねぎがね、玉ねぎもね頭を落として下を落としてってすると、このね際のところで一番下をつかめるんで、ピーってやると全部きれいに剥けるはずでした。よし、OK。 で玉ねぎも2種類に調理するんですけど、とりあえずこのねアスパラの量的に、よいしょ、半玉かな、玉ねぎ半玉を薄切り、ここは包丁さばきが、はい、全集中で切ったら一緒に炒める。最初に散らかる野菜をやってしまったからポロポロしてますな。で小松菜できてるの知ってる、小松菜は梅昆布茶を前どのくらい入れたっけね、大さじ1とこう、ちょっと多い気がするけど、あとごま、ごまない気がする、ごまありませんでした。ごまないのでもうこのままシンプルイズザベストということで、はい、小松菜の梅昆布茶あえの完成です。よいしょ、で玉ねぎちょっと待っててもろて、よいしょ、キャベツはだいたいさっきよりもだいぶ大きめの、これは何センチ、2センチかな、1センチ角ぐらいのざく切りにしていきます。あー、ちょっとね、包丁じゃないや、まな板が狭いのでちょっとずつやります。もうやばい、滝です、世界遺産です。ちょっとこの辺置いといて、流れ出たキャベツたちをねこっちに、いやー1個に全部しちゃおうかと思ったけどやっぱ多いな、ちょっとね方向転換します。こちらでキャベツ使い切り大作戦ということで、この君たちはざく切りたち、おー、アスパラいい感じに火が通ってる。こちらには鶏ガラスープの素大さじ1半と胡椒20トントン。ニンニク、新しいやつ開けないといけないんだった。いや、ニンニクね、本当はね、生のニンニクを使うに越したことはないんですけど、まあ便利なのでね。で、ニンニク大さじ1半入れて、よく混ぜる。ニンニクを入れるとね、一気にそれっぽくなるんですよね。水分をちょっと飛ばしたいので、火を強めにグツグツしていきます。で、直前に熱湯消毒したんで、まだちょっと乾ききってないんですけど、火が通っているアスパラと玉ねぎを一回引き上げて、オリーブオイルをまた引いて、ちょっと多めにね。で今日はちょっと段取り悪めですいませんね。よし、卵、ああジュージューいってます。卵3つ、ほっほっ、鶏ガラスープの素と小さじ1ですね、料理酒、これも白ワインとかだといいかな、小さじ1入れて卵を溶く、でこれ焼くと。でそろそろの前にもう結構火が通ってきてるので、アスパラと玉ねぎ戻す、散らしながらね、でちょっと火が通るまで待つ、もうちょいかな。で、今人参を手に取ったんですけど、ちょっとお茄子2本を、あ、さっきのやつです、このくるっと見返して、あ、ここが一番高いねということで、ここで切ると全部ちゃんと綺麗にスパッと取れるっていうね、ギリギリまで茄子を食べることができます。で、茄子を半分に切り、こう切れ込みを入れていきます。切れ込みは多いほど美味しい、とはいえちょっともうね、あっちの卵が多分いい感じに火が通ってきているので返してやらないといけない。あ、切れちゃった。はい、いいですよ、ちょっと味見をしますか。うん、よいよい、そしたら卵 OK、 はい、アスパラと卵の炒め物の完成です。次のためにお湯を沸かしておきます。もういいでしょう、ここに大きいのあった、すげー量だ。ほい、春キャベツとナスのミートソースの完成です。あう、ちょっとまだお湯が沸かないというわけで、あー、ナスめっちゃ切れてる、あ、いたあ、手いったな、まあこういうこともありますよってね、ちょっと抑えて止血、うむ、困っちまったな。よし、OK、 いやー、焦るといいことがないですね。いかん、
あ、まだ血出てたわ。あ、最悪だ。洗わなきゃ。と言ってね、絆創膏をするとね、ちょっと衛生上ね、あまりよろしくないのでね、ちょっと避難しといて。片手でもできる。フライパン使い回し術をし。よし。で、ぬるぐーっと。よし。幸いなことにキャベツがもう切ってあるので、こっちのフライパンにオリーブオイルを敷き、あ、垂れたもうフライパン温まっているということにして、キャベツをボン入れします。ちょっとしなしなしてくるまで蓋をして炒めると。でよ、せっかくだからこのタイミングでタラを焼いてしまいます。どれだけやっててもね、こういうことは起こりうるんでね。はい、アーモンドとアーモンドですね、アーモンドと味噌のタレにつけておいたタラを器に移して、まあ本当はまっすぐになってほしかったけど、うん、味噌だれもナッツが美味しいので全部入れて。焦げそうそれでグツグツしそう。まあまあ、よいよい。トースターで200度の15分。そろそろ血止まったかな。うん、止まったっぽい。よしよし、お騒がせしました。止まってませんねあと切るのは結構あるな。ナスがね、あ、切れたやつここに入れてた。ちょっと一回止めますね。もうどうもシャンなしなので絆創膏しました。ちょっと食材に触れないようにね、やっていこうと思います。あ、間違えたしまあまあいいや、テンション下がっちゃったフライパンにごま油をひきまして、多めに大さじ1半かな。でそこにナスを入れていきたいので、ガンガン切っていきます。キャベツがそろそろ下の方はいい感じですね。上の方もふたふたしてきてほしい。いや、久しぶりに切るのやっちゃったな。前はね、まあ、ちょこちょこあったんですけど、その度にね、私がこう動画を始める前はこう軽快にね、あの音楽を流して最近の気に入ってる曲を歌いながら料理してたんですけど、いきなりなんか「ストップ流れを見極めな」とか言ってるやつがいきなり「いっと!」とかになるんで旦那が飛んできてたんです。え、何今どうしたのみたいなでも最近はね、こう私が動画を撮ってること知ってるんで、邪魔しないようにこう身を潜めてくれているんですけど、よいしょ。あ、いいで、ナスが牛の思いで切れたら油のところにボンボン入れていきます。で、揚げ焼きするイメージ。次にキャベツ、こいつは千切りしようと思ってたんだけど、千切りがちょっとめんどくさくなってきちゃったのでこいつもざく切りにします。よいしょ。中指が普段通り使えないだけで不便なもんですね。で、大きめのジップロックに。なぜ大きめかというと入らないからですジップロックに入れて、はい、レンチンします。800ワット3分半。で、次に焼くやつの準備をしたいので、まず玉ねぎ薄切り。さっきのアスパラのやつよりは薄くなくていい。おっとっと、危ない、またやるとこだったわ。あ、いかん、テンションが下がり気味で無言になってしまったいかんねー、テンション上げていきましょう。というわけで、あ、なんか踏んだ。ナスはまだもうちょいですね。上の方がちょっと油が足りていないので、ごま油、おいごま油します。で、絡める。下の方にいたやつ、下克上させて、下克上ポジショニングチェンジをしてね、センター交代で、ちょっと放置。そろそろキャベツがいいんじゃないか。あ、いいですね。おー、焦げてる、いかんねー。火を弱め、ここに料理酒小さじ2で、白だし小さじ2で、明太をほぐしながら入れ、あー、皮から出せませんでしたあ、また皮崩壊した。いいや、もう混ぜよう、いい感じにあ、早い、ちょっと味見。うん、オッケー。ちょっと焦げちゃったなキャベツの白だし明太炒めの完成です。お湯沸かした。お、ナスがもうそろそろいい感じで、ナスは料理酒鍋底、醤油大さじ2、みりん同じくで、だしの素2g ぐらいで、 OK。 お湯が沸かないからまだできない。よいしょ、いろいろ持ってきましたが、ずっとここにあるブロッコリーとホタテをジップロックに入れ、よし、移せましたら、ここにマヨ大さじ2、ケチャップ小さじ1、ニンニクちょびっと小
さじ1もないぐらいかな、にレモン小さじ1、砂糖小さじ2でよく混ぜます。はい、ブロッコリーとホタテのサラダの完成です。余裕が湧いた。でごま油を引いて、ちょっと焦げついてるけど、もう温まっていることにして、玉ねぎをボン入れします。もうピラ使わない。いかん、ムラがすごいまだ通ってないやつが、タラさんができてるの忘れてた。タラさん様子はいかが？あら、美味しそうじゃないの。でもちょっとまだ火通ってないかな。ちょっとひっくり返してもう一回焼きます。どうだろう、大丈夫かな。いや大丈夫そうですね。うん、あちちちち、タラのアーモンド味噌焼きの完成です。で、キャベツは天かす、油分が欲しいということで食感とね、いっぱい入れてください。4分の1ぐらいのことだから、80の4分の1、 20g ぐらい入れました。で生姜粉小さじ2ぐらい、ごま油、油分欲しいとか言ってきながら油入れるっていうね、めんつゆ大さじ1入れてよく混ぜます。はい、めんつゆ生姜キャベツの完成です。これね、いやさっきお肉使っちゃってたじゃないですか。で急遽作ったじゃないですか。前もちょっと作ったんです。前ね、お弁当とかに出してたんですけど、悪魔のおにぎり風のおにぎり、ローソンにちょっと前に流行ってたじゃないですか。あれを真似っこしたおにぎりを作ってたんですけど、キャベツでやってもうまいんじゃねと思って作ってみたやつですよし、ナス OK。 これ以上やるとちょっと辛そうだ、辛いというかしょっぱそうだ。玉ねぎも大体 OK ということで、豚肉をドンと入れます。旦那からのリクエストはね、牛丼だったんですけど、今週ねスーパーで牛肉が、国産牛肉が安い、なんとこの霜降り肉が 100g399円みたいなやつしか売ってなくて、そんないいやつじゃなくていいんだよなーってなって、もう旦那も一緒に買い物に行ったんで、牛肉さ高いから豚丼でいいって言ったら、うん、俺もあんなにいい肉じゃなくていいからいいよってなって豚丼になりました。というわけで豚肉に火が通るまでちょい放置。でこれはもう OK。 ちょっと煮詰めすぎてしょっぱいかもな、しょっぱい気がします。だいたい全部がね、あらら、このちょっと黄色っぽいこいつぐらいの切れたし色でできるとベストです。ほい、ナスのクタクタ煮の完成です。で最後のお人参、お人参、おっとっと、ない、人参をざっと洗い、上と下を落として、で、斜め切りにして細切りしていきます。今日ね3月13日なんですけど、日曜日ね、明日ホワイトデーで、旦那が、まあ、平日だからって言って、こうね、何が食べたいって言われて、私はパフェが食べたいって言ってパフェを食べに行ったんですよ。この辺にね食べに行ったすごいパフェが出てると思うんですけど、いやーうまかったなあ。れ何の話しようと思ったか忘れちゃったマジで飛んだ。いやまあこういうことも、今日はポンコツの日だな、いかんいかん、よいしょ。たまにね会社で仕事してても、あ今日ダメだわっていう日あるんですよね。飲んだ次の日とかでも全然ないのに、なんだか頭もあんないし、言ってることよくわかんねえみたいなそういう時はね諦めて定時退社することにしてます。もう今日は1日いただけで御の字みたいな今日やること終わったし OK っていうね、ポジティブでいきましょうということで、ほいやっと人参薄切りして細切りが全部できたところで、ジップロックに全部移して、大きいのがいますね、多いので4分にしますね。ジップロックに入れて電子レンジ600ワット4分を入れつごう。そしたら、お、もうだいたい火が通ってきている。良いですね、良いですね。そしたらもう味を入れていきながら全体的に火を通すことにするので、まず料理酒100ミリぐらい入ったと思います。でみりん大さじ2と、だし残ってた 2g、 本当に 2g あったか今で生姜大さじ1と、醤油大さじ3と、甘みがちょっと欲しい蜂蜜小さじ2、おっとおっとっと。でこの生姜はね臭み取りの意味もあるので、ちょっと火を弱めてグツグツしていきます。でもうやることがあとこいつができるまでないので、洗い物をしていきます。ちょうど洗い物第1弾が終わったところでレンチンができましたので、お、めっちゃ水分出てる。まあでも柔らかくなってそうですね。 OKOK。 そしたらごま油大さじ1半、ちょっと多いので多めに入れます、人参が鶏ガラスープの素大さじ2。前は何味にしましたっけね、塩だったかな、塩小さじ半分。ごまがないのでもう今日はこれだけで、
ちちちち、はい、玉ねぎじゃない人参のナムルの完成です。お、4分煮込んだらもうこいつもいい感じでは。私これいつも豚丼ですとか言ってたんですけど、上に乗せるやつだけだと何なんですかね。豚に牛すき牛鍋とか言いますよね。牛丼の上だけ豚丼の頭いか、はい、豚丼の完成です。これで全部できました。はい、それでは今週の作り置き全部できました。順番にご紹介していこうと思います。まずキャベツのだし明太焼きって言ってたかな、とミートソース、ナスのクタクタ煮、タラのアーモンド味噌焼き、これは今日のヒットだと思いますね、個人的にで、アスパラと卵の炒め物、豚丼とナス、水容器が出ちゃったんですけど、小松菜の梅昆布茶和えキャベツのなんて言ったっけね、これもめんつゆ揚げ玉和えと、ブロッコリーとホタテのサラダ、人参のナムル以上で10品ですね。10品がちょっと間ハプニングなどなどありながら11時間15分でできました。待ちなしですね今週も。はい、というわけで最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、口コミで拡散など、あとはこれ作ったらこうした方が美味しかったよとか、これをこうしたらもっと美味しいと思いますよ、これ単純に美味しかったよとか、コメントなどいただけますととってもとっても嬉しいです。はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。